のクさん、お疲れ様です。まあ、バイナンスについてはですね、私は利用していませんので、えー、何とも言えないところがあるんですけども、まあでも私が懸念したようなことは別に起きなかったみたいですね。うん、バイナンスどんどん使えばいいのかなと思ってる矢先に、まあこういった、あバイナンスグローバルが日本人は使えなくなるよっていうことで、向こうの方からね、見下め見だれ犯ということでございましたね。<laughs> はい。えー、まあでもね、あの、バイナンスは日本法人も上場したんですかね。 まあそういったことを考えるとうまく使い分けていっていただけれるのかなと思いますしそれから今暗号通貨の世界にいろんなところからあの法定金利んですかね法定通貨が入ってきてるのかなうんドルとか円とかユーロとかはね出来高がだいぶ増えてますねあの全米から上昇傾向にあるということでこれ本格的な基幹投資家さんの資金が入ってきてると思っていいんだろうと思います あの、ビットコインも530万また超えましたしね。うん、我らがカルダノも,もう50円台をもう割ることがなさそうです。まあどっかでまたガツーンとくる懸念はあるんですけども、まあでも今の調子でいけば、うん、なんか未来明るいですね。もちろん暗号通貨をすでに仕込んだ人に限ってですけども、これから買おうとする分には悪くはないんですけども、うん、まあでもちょっとね、ここまで、 はっきりと乗車をした時に買うのはリスクが高いなといつもながら思うわけですけども、のくさんどれに思ってるでしょうかそれからね、ノクさんあの、ドリーム燃料ってのをご存知だと思うんですけどもあの、1リットルガソリン代が10円とかね、15円ぐらいになるよっていう、あの京都大学の今中教授が、あの、生成に成功して、なんかさねあの、水と二酸化炭素を加合して作るらしいんですよ。 だからその辺にある素材でどんどん作って、まあ素材がに水と二酸化炭素ですから、窒素酸化物とか硫黄酸化物、要するに有害な排気ガスは出ないんですよね。しかもそのまんま今の車に使えるということで、これはね、船舶ですとかトラック業界ですとかタクシー業界、バス業界、一気に原価を下げることになるんじゃないかなと。国際競争力もね、高まりますしね、日本が産油国になるなんて誰も想像しなかったでしょうね。それだけに、 石油利権関係者からのちょっとこうね、監視の目がきついなというところで、どうなるんでしょうか。はい。まあ、少なくともこのドリーム燃料、あのテスラ電気の発明のように潰されないでほしいなと思うばかりでございます。えそれじゃあ